じゃあ、準備もできたことだし、そろそろ本気で弾こうか。みんな、用意はいい？はい。じゃあ、今日もいつもの曲から行く？それなんだけど、今日、やりたい曲があるの。それをやってもいいかな？もちろんいいけど、珍しいね。ほなみがそういうことを言い出すの。合唱祭のことがあった後、いろいろ考えてて。今なら、その曲とちゃんと向き合って演奏できそうだって思ったの。なら、今のほなみだからこそできる演奏が聴けるってことかな。それほどでも。でも、今日は思いっきり叩ける気がします。そっか。いいんじゃない。やろうよ。うん。私もやりたいな。私も賛成！ほなちゃんがやりたい曲やろう！それじゃ、行こうか！話せるようになった後も、まだ心のどこかに不安な気持ちが残ってたの。だけど、でも、もう大丈夫。みんなのおかげだよ。ありがとう。しほちゃん、嬉しそう。私？さきもいちかもそうでしょ？もちろん。だって、ほなちゃんがニコニコしてるんだもん。でも、しほちゃんが一番嬉しそうだなって。はいはい。あれ？しほちょっと顔が赤くない？めいこさん。いちかちゃん、前に言ってくれたよね。ずっと一緒に笑っていたいって。私もそう思うよ。みんなと笑っていたい。だからそのために、精一杯頑張るね！うん。頑張ろう、ほなみ。私たちみんなで。うん？ほなみたちならきっと、どんな時もずっと一緒に笑っていられるよ。ありがとう、みくちゃん！みんなも、いつも見守っていてくれて、ありがとう！みんなが見ていてくれるから、ここでいい演奏ができるんだと思う。これからも見守っていてくれると嬉しいな。
大丈夫じゃない？みんな